ゾエチャンネル。ザ・サラリーマンゾエチャンネルです。今日はですね、レゴのマインクラフトを購入してきましたということで、割と新しく新発売されたものについてご紹介したいと思います。キノコハウスという名前の、商品でございました。何かの参考になればと思いますということで、今回はキノコハウスという、いろいろものはあるんですけど、その中の一つキノコハウスという商品です。本格的なアクションということで、ホームページ記載にありました。ゲームの世界が現実になったような本格的なギミックが満載のセットでございますということで、こちら発売日2022年の1月1日となっております。価格が2780円。ちょっと最初高いなと思いました。はい。対象年齢が8歳以上ということで、ピース数ですね。ブロックの数が、一応272個。これ全部で272個あるようです。はい。で、組み立て時間について、こちら参考になるんですけども、大人一人ということで、まあ、親ですね。親が、まあ、一応見とくというところで、監督しておくというところと、あと、子供二人ですね。子供内訳が小学生の中学年ぐらいと、幼児ですね。3、4、5歳ぐらいの幼児一人で、実際には約2時間以内程度ぐらいで、組み立て終われてました。小さい子、幼児の方はですね、なかなか組み立て難しいので、この色のブロック探してとか言って、説明書に書いてあるんで、これ集めてとか言って集めて、まあ、兄弟の上の方が、まあ、組み立てていくというような、まあ、分担分けしてですね、作業しておりました。では、まあ、こちら、組み立てた商品の方を実際に少し見ていただきたいなと思います。ということで、こちらが組み立てた後の商品となります。ですね、私自体は、マインクラフトのゲーム、やったことあるんですけど、全然詳しくないです。集中してやってみたいなって気持ちも、楽しそうだなっていうのもあるんですけども、私自身はやったことなく、本格的にやったことはなくてですね、このなんか、こう、メインキャラクターかなんかわかんないですけど、これの名前すら、すいません。知らない状況です。これもね、なんだか分かってません。はい。これがなんかなんとなく雲っぽいですけど、なんか名前わかんないですし、当然これも名前わかんないです。はい。多分敵だと思いますが。はい。ということで、結構ね、作りが細かくって、こういうとこもちゃんと動くっていうかね、こういう感じですごくいい出来なんだなと思いました。見てて、はい。で、こう、なんていうんですか、こういうキャラもね、いろんなセットがあったんですけども、セットによってこう、まあ、当然入ってるキャラクターも違ってていう中で、一応なんかこのセットがですね、なんかこう悪い雲っぽいやつと、この敵っぽいやつと、この主人公のノーマルのキャラ、ちょっとわかんないですけど、もうついてて、なんだかわかんないこの子がいると。いったところで、一通り揃ってるセットが、このキノコハウスというセットだったので、これを購入しました。こちらは、なんかバケツですね。バケツ。はい。で、こちらは宝箱っぽいの。これも開いたりね。これ開くんですよ。こんな感じで。開きます。開いたりですね。あとは、まあ、外観はこんな感じですね。こんな感じで、木とかもなんかこう、ブロックですごい上手に再現できてるなぁとか、へえと思いながら見てました。で、こう、はしごの部分であったり、こう、で、まあ、窓とか、なんか照明ですかね、これ。これは。まあ、こんな感じですね。はい。で、これね、中もね、ちゃんと作りが、こんな感じで。ありまして、なんていうか見えますかね、こう、なんだったかな、チェストだったかな、なんかこう、道具箱みたいなやつとか、このはしごもね、角度をこうやって変えられたり、こうするんですよね、これ。これ開くんだったかな、開かないか。すみません、これは開かないみたいですね。はい。といった感じでですね、遊べると。
で、まあ、作った後ですね、子供たちの様子を見てたら、こういう感じで遊ぶわけですよ。はい。で、しっかり、楽しんで遊んでる様子もありましたので、まあ、結構ね、最初、2700円ぐらい、高いなと思ってたんですけど、結構、遊んでる姿見ると、まあ、いい買い物したかなというふうには思いました。で、まあ、全体的な印象なんですけど、結構思ったよりちっちゃかったです。もうちょっと大きくてもなんかいいのかなと思ったりはしたんですけども。といったところですかね。まあ、今後そんなしょっちゅう買わないですけども、まあ、機会あればこのシリーズですね。こちらのシリーズ、よいしょ、こちらのシリーズですね、良さそうなものがあれば買っていきたいと思っています。はい。また組み立ててご紹介できる機会があれば、紹介したいと思います。そうですね。大きさ感で言うとね、iPhone で言うとこれぐらいなんですよ。iPhone と比較したらこれぐらい。もう結構小さいんですよ。これカメラで見ると、まあ、アップにしてるんで、それなりに見えるかもしれないですけど。これぐらいの大きさ感となっております。それでは本日は、レゴのマインクラフトのキノコハウスという、新商品の、ご紹介の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter とインスタとノートもやってますので、そちらの方も見ていただけますと嬉しいです。どうもありがとうございました。